でね、触れないでおきましょう。怖いので、どんな時も冷静に。はじめまして、はじめまして、ようこそ。TK さん、TK さん、前にピンクにしたいって言った時があって、なんで知ってるの、すごくない？サムサムにハマってるね。後で調べてみよっとって。なんだか最初よりもすっきり綺麗になりましたね。本当ですか？ありがとうございます、嬉しい。さきちゃんしかフォローしてない、嬉しい、ありがとう、大好きです。兄弟はいるんですか？います、お兄ちゃん2人います。はじめまして、 MV 素敵ですね、ありがとう、嬉しい。 MV たくさん見てください、すでにハマってる。ティアンのことも知りたい、ありがとう。けど他のメンバーのことも知りたい、ぜひ。でもぜひ金村美咲一筋でお願いします。MV はね、本当に再生回数がまた伸びておりまして、なんと再生回数21万回、5日間で21万回いきました、ありがとうございます。すごいすごい伸びておりおってん、すごい伸びておりまして、とても嬉しいです。たくさんよかったら MV 見てください。インスタの方に今日告知したいと思います。まだインスタで告知をしてなかったので告知をしたいとおりしたいと思います。俺もピンクにしよ。そのカッコの意味は何なの、カッコみたいな。なんか私はなんかお兄ちゃんと LINE やり取りするときは基本わらとか使わないんです。わらわらわらとか、あとなんか www みたいなやつは使わないで、私とお兄ちゃん用語を使っております。わらとか使えませんね、一切。自分の何回も見ました、ありがとうございます。インスタ見るね、見てください。インスタのフォロワーがたくさん伸びてきててとても嬉しいなって思います。2人だけの用があるのかわいい。いいよね。受けるとか使わないですね。わらとか絶対使わないです。言葉で、会話で、私は。あ、普通に友達とかと LINE するときは使いますけど、お兄ちゃんとするときは使わないですね。
足がゴリ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 って先からなってるの、わかる？足多いなって、何が多いの？ああ本当に、すごいくどいかもしれないんだけど、本当に自分の前髪が嫌すぎて、こんなに短くしたのいつぶり？小学6年生の卒業式みたいな前髪になって、小6の時の卒業式の前髪、私こういう感じだったんですよ。短く切りすぎちゃった。グッドモーニング、こんにちは。インドネシア出身です。すごい、グッドモーニング。やばい、マヒオに騙された。加工だって、なんだって、うまいな、みんな嘘をつくのがうまいな。そりゃそうだよね、びっくりした。私もやばい、マヒオ怒られるって思っちゃったもん、スタッフさんに。さすがにね、ピンクにしても怒られちゃうよ。期間音痴だから3時間かけてピンクに加工したの、すごい。かなりびっくりしました。騙されました、騙されちゃったデイです。今日も本当に、今日は誰も信じられません。私は誰も信じないぞ、本当に。コウジさんにも騙されました。私は信じてません。マヒロンツイート少ないと思った。やられた？マヒロンに騙されたとは。ピンクってパーコかよ。ね、そういうツッコミしないで、本当にもうね。そういうツッコミしないでください、笑っちゃうから。自分はダサい中で美咲ちゃん楽しい、嬉しい、ありがとう、本当に。あなたの格好入ってる、可愛い、嬉しい、ありがとうございます。みんな褒めてくれて嬉しいよ。モデルもしてますか？アイドルです。テヤンチセットで中華しよう。なんて書いてる？あ、タンをしようか。じゃあなんか遠くから見てるからなんか漢字が見えないのよ、本当に。中華に見えた。タンをしようが中華しように見えちゃった。似てるの、遠くから見ると。セットって書いててからさ、なんかご飯のことかなって思って、面白いって思っちゃった。中華いいぞ、中華おいしいぞ。中華おいしいよね。
私は小籠包が好き。でもね、沙織てあんは美咲のことホーム画面にしてくれてるから嬉しいです。大きな肉まん食べたい。美味しいよね小籠包。私も小籠包好きね。美味しいよね。中華街の小籠包食べてみたい。私ね、中華街の小籠包そんな食べたことがないんですよ。というか一回も食べたことがないと思う。中華街に行って肉まんばっかり食べちゃうんですよね。てか赤は、なんか友達にね今日ね LINE でなんか私ね、なんかずっとねこれ喋っていいのか分かんないんだけど、なんか東京タワーの話になって、お母さんと。で東京タワーって赤羽橋ってさ赤羽なの。なんか友達にさ赤羽から東京タワー行けるよねって言ったらさ、なんか行けないっしょみたいな言われて、でも行けるくない、調べたら赤羽橋からも行けるって言ってたからさ、赤羽橋と東京タワー、赤羽と東京タワー違うもん。遠くに住んでる皆さんぜひ教えてください。赤羽と赤羽橋は違う。あ、そうなんだ。じゃあ違うよ。違うじゃん。恥ずかしいわ、本当にもう。バカみたいな感じです。みんなから別の場所だよってくる。悲しい、本当に悲しい。バカじゃんって言われた。バカみたいな。今知れてよかったね。ねえ、よかったよかった。全然違うよ汗。困ったらヘイシリ。私ねヘイシリって言ったらね怒られるの。めっちゃ怒られるからね。ヘイシリー、ヘイシリー、ヘイシリー、ヘイシリー。反応してくれないから長押しする。こういう時はヘイシリー。どうもおはようございます。おはようございます。おはよう、木村美咲です。まあ、こういう感じです。こういう感じです。反応してきた。おお、びっくりした。こういう感じです。滑舌悪い。やだな、これこんにちはって言ったらあんまり反応が遅いってやばい。ありがとう、インスタフォローしてくれて。赤羽と赤羽橋は東京都にある区が違う。なんか港区だよね。本当にね、やられてます。私は今日たくさんギフト投げてくださってありがとうございます。
すごい数のギフトでびっくりしております。今日もくまさんを投げてくださった方ありがとうございます。感謝です。天気良すぎて花粉、あー天気いいね今日。私花粉症ないから全然わかんないんだ。赤羽橋は混乱しやすいよね。そうだよ、分かんなかったってことにしときましょう。しときましょう。まあ混乱しやすかったんですよ、きっと。きっとそうです。花粉症ない、そう花粉症ない。でも秋とかそこら辺になるとすごく鼻水というか顔が痒くなりますね。湿疹が出てきます。顔に赤くなります。顔がブツブツします。なんかね、多分朝早くご飯食べ過ぎて、私消化早くて、消化早いんですよね。もうお腹空いてます。皆さんは今日の朝ごはん何でしたか？私は卵焼きとハムのやつと、あと味噌汁と野菜でした。今日の服は、リズイサです。食パンいいね、朝からチャーハンいいね、美味しそう。日曜日だからね、なんか美味しいの食べたくなりますよね。わかるわかる。サバ缶、あー美味しいよね。サバ缶私も好きだよ。テヤンの配信時間に起きた。おはようございます。まだ何も食べてないか、お腹すいた。ぜひ食べてください、しっかり。あともう1時、あと30分で、縮小した。30分で11時ですからね。しっかりご飯を食べて元気もりもりになってください。ぜひ今4000人の皆さん、ツイッターフォローまだしてないよっていう方はツイッターフォローしてください。してくれるととても嬉しいです。いやこれ絶対曲がってるよね、ツイッターのアイコン。待ってさ、こうちゃん体ごと曲がってない、これ自分が回ってんの、それとこう、こうなこうって。なんかさコメントでさ、あの斜めすぎて自分なんかマーキノってくるの、本当にマーキノって。私あれだよきっと、あのあれきっと抑えてんだ、きっとそうも抑えてる。やっぱりあのこの声はトランジットの時も停止画面がこう斜めってたじゃん、の高校ね、こう風みんな斜めってたのを、やっぱ美咲も斜めっちゃおうみたいな感じだったんですよきっと。ツイッター死ぬ前くらいからフォローしてるよ、ありがとうありがとう。
ーノンさん、ミーノンさん今いますか？え、しょっち。え、しょっち今いるの？なんかツイッターのコメントでしょっちがいた。配信めっちゃ人見てるやんって来た。お、いる、みーのんさん。みーのんちゃん高校2年生なんですね。頑張ってください。ほんと大変だと思うけど。え、今年高校3年生それとも今年高 2？頑張ってね。学校課題とか大変だと思うけど頑張ってください。ファイターファイター、頑張ってね。先の仲いい友達もこうになります。ツイッターは、ツイッター、じゃあ、キムキムさん、ぜひ、木村美咲さんのもフォローしてください。追加しといてね。もう絶対嫌だって言わせませんから、心が折れちゃうから。フォローしてきたよ。ありがとう。嬉しい。本当でも昨日で笑った。いや本当にそうだよ。見切れてなくてよかった。やりすぎてなくて。でもね、絶対おかしいの。これ曲がってる、絶対曲がってる。殻ごとこうと曲がってるもん。最初のこうこうあってこう。まあこれで私はサードシングルまでずっと過ごしたいと思います。このツイッターで嬉しい。でも変わって、本当に変わってよかった。本当の本当の本当に変わってよかったです。ずっとね、早く変わってほしいなって思ってたから。しばらくこれなの。じわるからやめてって。なんでじわんの？じわんないでよ。みんなじわじわっていう。あー面白い。みんな前のサイトの推し画面も変わってたの？マジ？後で見よ。おはよう、おはようございます。じゅんさんおはよう。今まで何回オーディション来たこと？私はオーディションは一番最初ご当地アイドルからだったんですけど、一番最初の小学6年生の卒業する前くらいに1回オーディション受けたのと、今回のラストアイドルの2回だけです。オーディションはあと一切オーディションはしておりません。歌は好きですか？大好きです。でも下手くそです。だから一生懸命練習をして上手くなろうと
成長中です。朝ごはん何食べよう。白いご飯がいいよ。あのね、お腹持つ。なんか持たない？結構なんか白いご飯って。サードの洗剤ね、あ、そうね。満足いく写真だといいな。エイプリルフール終わったら寒ねまっすぐ説なんだそれ。今日はどこかに行きますか。行きますよ。外に出ます。今日は友達と遊びに行きます。どこかに。今日の配信は何時までですか？配信できるまでやります。気持ちが、ああもうダメだ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 と思ったら配信を終了したいと思います。まあほんと何もないので、朝早く起きすぎて、多分ね、もし何もなかったら今ぐらいの時間に起きてご飯食べてと思うんですよ。けど今日はちょっとびっくりすることが、朝から起きすぎちゃって、もう4月の1日は大変な日です。今日もう朝からえっ眉毛もえっって感じ、写真も曲がってるみたいな、もう何も何もかもびっくりです。本当前髪が短くて眉毛失敗されたら、ちょっともう私はショックで立ち直れない。 Twitter の場所設定、テヤンだけテヤン族になってるよね。テヤン族ってどこ？ここです。今、ここがテヤン族です。テヤン族というのは、ファンの皆さんの名称で、家族。イェーイ、ブームブームの族の方じゃなくて、家族の方の族です。テヤン族。なんかね、よくみんな勘違いするんですよ。なんかテヤン族長みたいな、なんかブームブームの方持ってると思うんですけど、違います。家族の方の、テヤン族って意味なので、なのであれです、テヤン族はここです。ファンの皆さんと私の家族という意味です。そう、つけた、私は勝手につけちゃった。テヤン族ってテヤン族になろうよ。そうです、さっき起きました。おはよう、のぞみさん、おはようございます。早起きのコツは、いや、コツとかないです。今日はちょっとびっくりすることが起きすぎて早く起きてしまったというだけです。風よ吹け僕たちの未来のために。桜ももう行きましたか？見に。
来ました来ました、中目黒の桜見に行きました。あのとっても綺麗だった桜が、本当になんかあんなに綺麗な桜を東京で見たのは初めてだったから、本当に綺麗だなと思った。しかも人がいっぱいいたし、屋台もたくさんやってて、ああこれが桜祭りっていうんだなって思いました。初めてな感覚でとても楽しかったです。今日も桜見に、桜花見行ってる方いるんですかね。今日もやってるんですかね、中目黒の花見は。見てみましょう。中目黒花見って今日もやってるのかな。あーでもやっぱ綺麗ですね、散ってきてるのも綺麗。ちょっとね緑が入ってきてるけど、やっぱりいいですね、花見は最高です。なんかいちごのねジュースみたいなのも売ってて、中目黒ですごい可愛いなと思った。シャンパンとかだったから飲めなかったけど、チリ桜も味があっていいよね。ね。いいよね。ね、日曜日だから多分やってるよ。秋田は4月から5月が、これ絶対違うよね。そう、桜咲きます。秋田は4月から5月まで桜が咲きます。5月、フォローしてよ、ありがとう。みんなツイッターフォローしてくれてありがとうございます。とても嬉しいです。おはよう、最近の手屋のショーでめっちゃ来てる、ありがとう、嬉しい。おはようございます、おはようございます、じゅんさん、おはよう。もうこんにちはの時間帯になりますね。11時になりますから、あと15分で。あとちょっとで5000人だね。そうだね、あと100人で5000人いけます。ありがとうございます。おでんたくさんの方が見てくださって本当に嬉しいです、嬉しい限りです。ついでに今日の夜はショールームをしません、多分。今日ね早く起きすぎたので絶対に家に帰ってきてお風呂入ったら爆睡しそうなので、まったりいい時間。本当ですか、ありがとうございます。タルマ500個ありがとうございます。クッピーさんありがとうございます。もうっと言ったけどまだ配信になってた
配信やってます。さっきね、やっぱ暇があったら配信しただって言われてから、配信することによって皆さんが気づいてくれる存在に、私は配信をやり続けます。クッピーさん体調大丈夫？でもさっきね無音で聞いてました。来たんだよね。そう、え、ルームそんなにまったりしてますか？私結構ズバズバ喋ってるイメージなんだけど、今日超ゆっくりしてないよ。全然喋って喋ってて、本当に喋ってたくさん。歌って？歌いません、絶対歌わないよ。名字が同じで親近感持てます。嬉しい、嬉しいです。これからも親近感持って一緒に過ごしましょう、ショールームで。春休み暇だからたくさん配信してください。春休みね、春休みいいよね、やっぱり楽しい。春休みってゆったりですからね。私も高校卒業してから毎日が春休みです。5000人超え、おめでとう、ありがとうございます。5000人超えました、やったね、イエーイ、嬉しい嬉しい、わーい。誰も500個、ありがとう、おめー、ありがとう。でも2時間11時まで配信してた配信をやめようかなと思います。きっともうみんなね見飽きたと思うから、配信なんか嬉しいな、やっぱトップが変わると、あー嬉しい、アイコン変わってハッピーハッピー。春休み終わっちゃうしんどい。え、でもこう大学生って楽しそう。大学生って絶対楽しいよな。私も夢ですね。インスタのフォロワーもたくさん増えたのでとても嬉しいです。何も全然投稿してないのにどんどん増えてってありがとうございます。ぜひツイッターの方もたくさんフォローしてください。前のアイコンはなんかね、メイクは濃かったのかな、とても。そうで、自分じゃないみたいみたいなみんな感じだったから、今のメイクさんはとても好き、なんかメイクさんが好きというか、メイクはとても自分に合ったメイクをしてくれる人でとても嬉しいです。大学生憧れるよね、わかる。ストーリー毎日見とる、ありがとう。私毎日ストーリーやってるっけ、自分でやっといて分かんなくなってる。やってるかな、
ナスアイオンのツイッターこれから始める。嬉しいです、ありがとうございます。ぜひてやんって書いてください。ショールームにアップコミングってなんだ、行ってきます、いってらっしゃい。みさきもそろそろ配信終了しようかな、たくさん配信したからね今日は。なんか LINE がね桜降ってます。 LINE が桜降ってる、みんなも降ってる？ LINE が桜降ってますよ。4月だからね。言って、シュークリームロケットさん表題曲おめでとうございます、おめでとうございます。ますって言って怒られるからね、本当におめでとうございます。そして風は吹けの MV が流れております。ぜひ皆さんポチポチしましょう、ポチポチして見てください。そしてぜひサムサムのMV も見てください。よろしくお願いします。よろしくです。で、ぜひ、Twitter もフォローしてくれたら嬉しいです。今日は配信5000人の方が見てくださってありがとうございました。バイバイ。あ、間違えた。13位から言います、間違えました。流れでバイバイってしちゃった。ゆいまっちゅうさん、あべてやさん、ありがとうございます、イエイ。12位だいだなさん、ありがとうございます。11位とうのんさん、ありがとうございます。10位 TQ さん、おめでとうございます、ありがとうございます。9位むっくんさん、ありがとうございます。8位コメットさん、ありがとうございます。あれ、また7位に TK さんが来ちゃった。 TK さん、ありがとうございます。6位ケイトテアン、ありがとうございます。5位にすぐるさん、おめでとうございます。4位沙織てやん、おめでとうございます、ありがとうございます。3位ノーブーさん、ありがとうございます。そして2位にクッピーさん、ありがとうございます。そして1位に花丸さん、ありがとうございました。書きます、書き書きします。ありがとうございます。ありがとうございました。見えない？そんなに見えない？私からはすごい見えるんだけど。じゃあもう一枚書きます、聞き直します。
ちゃん、これで見えた？ありがとう。まあ、これもちょっと見えにくいけど、まあありがとう。しかもね、これ面白いの、ルナも花丸さんなの。ウラウにも花丸さんがいて、こっちにも花丸さんがいます。ありがとう。ぜひこれからも応援よろしくお願いします。今日の配信ありがとうございました。またね、バイバーイ。みんなバイバイ。たくさんだるま投げてくれてありがとう。みんな楽しかったよ、たくさんの配信。ぜひこの配信終わったらぜひ11人の皆さんフォローしてください。そしたら今日で目標7800人いくので、よかったらフォローよろしくお願いします。してね、バイバーイ。